浦和学院高等学校は埼玉県埼玉市緑区大山にある教学の普通科の私立高等学校。通称は浦学。学校法人病星学園が運営する。県内ではマンモス校として知られており、生徒数、募集定員、受験者数はいずれも県内最大規模である。近年の入学者数は定員を上回ることが多く。 特に2016年の入学者数は1017人で、1995年以来21年ぶりに1000人を超えた。また、甲子園で優勝経験のある野球部をはじめ、テニス、ハンドボールなどスポーツの盛んな学校である、大学進学や語学教育にも重点を置いている。見学の精神に、孔子の理想的人格像、我道一貫を掲げ、 それに基づいた国旗、人愛、共生を校訓とした教育を行っている。平設校に、明星幼稚園、浦和学院専門学校がある。国際累計1年次2月より1年間、カナダの高校に入学し、現地でホームステイをする1年留学タイプと2年次の夏休みに1ヶ月間、欧州の高校に留学する1ヶ月留学タイプがある。1年留学は、 海外の学校で取得した30点、t o e i c 850点、英検2級以上と、総大、経大、上智大、ICU などの最難関次第、海外大学への合格を目指す。留学前の1年間、英語は英文テキストを用い、すべて英語で授業を行うほか、数学、理科でも英文テキストを用い、英語と日本語を交えて、 授業を行うイマージョンプログラムを実施している。特進類型 T プロジェクトルームで少人数授業を行う。東大、京大などの最内韓国公立大、私立大への合格を目指す。2年次から文系、理系に分かれる。8.9次元目に講座があるため原則部活動には加入できない。筑波大、千葉大など関東圏の南韓国公立大や総大。 経代などの難関私立大への合格を目指す。2年次から、文系、理系に分かれ八8.9次元目に講座があるため、原則部活動には加入できない。埼玉大、宇都宮大などの国公立大や明大、中央大などの難関私立大への合格を目指す。2年次から、文系、理系に分かれる。8.9次元目に講座があるが、一部の部活動に加入できる。 新学類系立教大、法政大、青学大などの難関私立大への合格を目指す。2年次から、文系、理系に分かれる。多くの生徒が、部活動に加入し、推薦入試を活用しながら日大、東洋大などの中堅有名私立大への合格を、目指す。2年次から、文系、理系、スポーツ文化系に分かれる。私立大文系学部、情報系への合格を目指す。 二年次から文系カリキュラム中心の総合系と週6時間コンピュータ関連科目を学ぶ情報系に分かれる埼玉医大、東京医療保険大などの看護、医療系学校への合格を目指す二年次から週2時間基礎保健医療の授業があり外部の専門家による講義、医療実習、施設、学校見学なども行う看護師、理学療法士。 作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、柔道征服士、診療放射線技師など将来医療従事者を目指す、人のための特徴あるカリキュラムとなっている。日大芸術学部、武蔵野美大などの美術系学校への合格を目指す。普通科ながら収録から8時間デザインや絵画を学ぶ。授業、カリキュラム制服安全、防災対策、 ボランティアその他甲子園出場回数は22回で春夏ともに県内最多。2013年の第85回記念選抜高等学校野球大会で初の全国制覇を達成した。夏の最高成績は1986年の全国ベスト4。また、高校日本代表選手やプロ野球選手を多数輩出している。2018年には、 国民体育大会で優勝を果たした。1991年と2015年の全国高校選抜大会で優勝するなど、全国屈指の競合として知られる。伝統のあるクラブで、全国高校総体出場26回、全国選抜大会出場23回はともに、県内最多。男子全国大会の常連で、全国選抜高等学校テニス大会出場24回。 最高成績は、全国大会シングルス優勝、団体戦ベスト4、女子全国大会の常連で、全国高校選抜大会出場24回と、県内最多を誇る。1987年インターハイシングルス優勝、1990年全国、全国高校総体に2回出場経験がある。2014年4月より、元 J リーガーの森山康幸氏を監督に招聘し、 県で上位進出や s 1リーグ昇格を果たすなど急成長した同監督が人気満了で退任し2019年2月1日から日本サッカー協会公認 s 級コーチライセンス保有者で元浦和レッズレディース監督の村松弘氏が監督を務めている全日本マーチングコンテスト出場10回とマーチングの全国大会常連として知られる サッカーや高校野球の開会式典演奏を務めるなど幅広い分野で活躍している。近年吹奏楽コンクールでも力をつけてきている。現役進学志向が強く、浪人や就職する者は少ない。平成30年度の現役進学率は95%。大学、短大への現役進学率は例年85%前後で埼玉県内の高校で上位に入っている。 例年、国公立大には延べ20から30名が合格。2008年度は、旧帝大の京都大や北海道大にも、現役合格者を出している。最寄り駅は、東川口駅。2001年の埼玉高速鉄道開通で、学校との距離は、浦和美園駅の方が近くなった。駅から、バスや自転車の利用が不可欠で不便なところに、立地している。事前に、 申し込みが必要だが、無料で運行されている。登校時の未指定された号車に乗らなければならない。普段は、学校関係者以外の利用はできないが、文化祭や学校説明会、入学試験などの際には、東川口駅から臨時運行される。2007年度の9月からは、浦和美園駅からもスクールバスが出るようになったが、こちらは利用者数の関係で2台と本数は少ない。 野球サッカーハンドボール芸能関係その他、ありがとうございます。